週刊運営ということでよろしくお願いします。岩井正孝 YouTube からお届けしています。お相手はいつもの、はい、三好でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また新ネタを考えてきてくれたということで、はい、画面共有します。ありがとうございます、はい。なんかこういう模様がよくある感じの模様なんですけど、あれちょっと場所が悪い。はい。そして、まあね、なんかこう、はい、渦を巻くような。まあまあ、正方形ですかね。正方形が並んでるという。はい。で、よくあるアニメとしては、この小さい正方形がだんだん大きくなって、大きい正方形と同じになったら、またとか、そういうのはよく見るんですけど、ね、もうもっとこれ自由度があって、はい、まあ、例えば一番真ん中の小さい正方形を、一辺の長さを X というふうにしておくと、うん、で、その周りのこの小さい正方形を X たす A、X たす B、X たす C、X たす D と、一辺の長さですよ、うん、をそれとしておくと。そうするとですね、この A たす B たす C たす D が0と、いう関係が成り立ちます。うん、どうして成り立つのかはよく覚えてませんが、なんか。それはつまり、この風車型を守ろうとするとってこと？そんなとこですね。うん。で、まあ、ゼロっていうのは、ここが何も足しられてないからであって、例えばこの、X たす A の周りの4つを考えると、E たす F たす G で、ここは何もないから、E たす F たす G が4倍の A になると。うん、要は、周りの4つの平均が真ん中に来るよっていうことなんですね。うん。うん。さっきもそうなってた。なんか、そう、微妙に、なんだろうな、因果関係があるっていう。そう。微妙っていうか、まあ、しっかりあるんだけど。高速条件、4変数あって1つしかないから、うん、そんなに強くはないけど、なんか、あまりに勝手気ままには変化できない。何しろ3つ決まれば4つ目が決まるってこと。まあまあそうですね。はい。そう、うん、4つ目が、うん、そうか、決まると、その時点で、まあ他の方に伸ばそうと思うと、もう2つぐらいは決まってるような感じになってってことかな。まあ、X っていうのがあるんでね、こう1つがマイナスになっても、X よりマイナスが大きくならなければ、一応正方形として成り立って、だから4つ決まるともう周りに対してだいたい2個決まってるので、うん、決まるともう1個が決まるぐらい感じですかね。で、この、今小さい正方形の話しかしてなかったですけど、大きい方の正方形も、うん、まあ Y とかなんかつけてやるとそれぞれこんな感じになって、まあ、この外も自動的に決まるんですけど、もうめんどくさいから書いてないっていう。で、ちなみにこれも、この一つの大きな正方形に接してる4つの正方形の平均が真ん中になってるっていう関係は実は成り立っています。まあ、難しい。なんかわかんないけど、正方形をまあ自由なサイズで埋めていくと、結局どっか辻褄を合わせなきゃいけないところは出てくるよっていう感じ。まあまあそんな感じですかね。だからこの、今言われた風車型を守りつつ、好き勝手に変形させていこうと。ボコボコ大きさが変わる。あ、変わるもんね。ようなアニメが作れたら嬉しいなっていう。まあまあ、そこのストーリー部分もちょっとないとあれかな。まあそうなんですけどね。なんか変数多いから、こう、ストーリーを書くのに、なんかすげえ高次元の世界を考えないといけないの。いや、
乱数で作って乱数、もう一枚乱数で作って、そのあった間を保管すれば、まあ、とりあえずアニメだから。ああ、まあまあ、そう、そんなんでいいと思います。はい。あ、そんなんで、まずやってみますか。ええー。なんか秩序があっても面白いけど、まあ、とりあえずはバラバラ感を楽しむのがいい、うん。そう、バラバラなやつを見てると、なんか秩序立てたくなるかもしれないし。まあ、なんかね、そう、なんかまずは一個だけどんどん巨大化するとか、ああ、できるかもしれないですかね。まあ、そうですね。巨大化すると、平均なんで真ん中より小さいところは必ずできちゃうんですよね。で、そいつの、あ、そうなんですか。うん。ね、そいつの周り4つも平均なんで、いやだってあの全体的に拡大すればいくらでもでかくなるんで。いや、まあまあそうなんだけど、なんかこれ。この風車型って、このパターンを繰り返しを広げていけるかっていうと、この有限で止まっちゃうんですね、実は。ああ、そうですか。ええ、繰り返すのも組める？いや、あんまり繰り返すと潰れちゃうので、それはなぜかというと、いや、まあ、全部本当に平均で、なんだ、この周りが全部 X で、だからこう、すべて均等に、小さいのは同じ大きさ、大きいのも同じ大きさってやってれば、無限に広がりますけど、ちょっとどこかいじると崩れて、うん。だからこの X の周りの4つ見るとどれかは、X より小さいみたいなことになって、うん、で その周りの4つ考えても足す A はマイナスもありってこと？うん、足す A はそう。あ、そうですか。っていうか、まあそうしない。A たす B たす C たす D が0だから、どれかはマイナスなわけですね。ああ、なるほどね。うん。で、ここの周り4つ見ても、なんか、どれかは A より小さいみたいな、話になって。ああ、繰り返し模様もできるかもしれないけど、その時は何か線のつながりが変になるのかな。どんどん小さくなっていくので、いずれ、X より大きくなっちゃうというか、ので、まあ、普通の意味での、なんか、プラスの世界に収まらなくなっちゃう。うん、そう。まあ、裏返った正方形と思って、なんか、絵は描けるかもしれないけど、よくわかんないですね。うん、なるほどね。まあ、よくそういうのは、二次元で書いてると出てきますね。うん。あ、まあまあ、これは、これはこれで。これはこれで。4色問題じゃない。まあ、色分けか。色はどうですかね。音色ですか？4色問題で4色というのもあるけど、どうでしょうね。あ、よくわかんないな。試しに塗ってみますか、なんか。おう、やって。ただ、まあ、斜めに。なんか、ダイソー2色でいいと思ってるんですけどね、個人的には。あ、2色。あ、2色。あ、2色でね。線が引いてあれば2色で、ね。そう、線が引いてある。絵は描きやすい。まあまあ。これで、どうしよう。斜めに2色、斜めに2色。ああ。3色で。まあ、まあまあなんか。あ、まあ。斜めに2色いって、ちっちゃいやつは同じ色とかでも、まあまあなんだね。一応、まあこの路線はなくはないのか。ええ、それね。あ、違う。この路線はなくはないね。ないですね。ちっちゃいのは同じでもいいし、うん、2色でもいいし。あ、ちっちゃいのは逆の斜めに走りますか？
あれもあんまないですよね、これね。今、ピンクと、なんだろう。ピンクとベージュが、いや、右下がりですけど。いや、そう思わなくても良いというか。はい。あれ？思わなくても良い。うん。ああ。あれ？なんか、もう選択できてない。ああ、まあ、うん、ああ、まあ、そうね。右下がりと思うと思うけど、そうじゃない。左下がりと思えば思えなくもない。そう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 。うん、対称性が高いので、まあなんかこのような乗り方がありはしますねっていう感じですね。まあ、この色を採用ってわけじゃないけど。ああ、いや、乗り方でね。うん。まあまあ、じゃあこれもやってみましょう。これは、うん、まあそうですね、なんかいつもより論理、書き方的には簡単かもしれないですね。はい。でも、1、なんつうの、全平面にわたって一様にできるか、いやいや、繰り返はしないけど、うん、一様な感じになるの、それとも、周りに行くほど何かがきつくなるの。きつくなる、きつくなる。だから、さっき言ってたみたいに、あ、そうなの？どんどん小さくなっていく方面が、どこかに発生して、潰れちゃう。もうこれを繰り返していくと、もうどっかでダメな時が来る。ああ、でも分かんないな。潰れちゃうって言ったけど、平均だから、大小大小みたいな感じで、なんかうまいこと逃げれるパターンがあるかもしれないけど、うん、なんかちょっと循環させて。いや、普通なんか全部。繰り返さないけど似たような面がずっと続くのか、でもだんだんなんか何かが何か蓄積して周りに行くほどダメになるのか、うん、どっちか周りに行くほどダメになる方だと思っている。あ、そうですか。周りに行くほどダメになる方なのじゃないか、仮説ね。あ、ちょっとそれも面白いですね、うん、なんか整数でやろうと最初思ってて、整数だと1までいっちゃうと1の外ってもうなんか平均して1になるやつってまあ全部1か0と2とか、そう、0が発生しちゃったりするでしょ。なんか差をつけようと思う。ああ、0をやめるとすると1だね、うん、そう、いや、1にしかなんないじゃん。1にしかなんない。でも、1じゃない方から来てるんですよ、こいつはね。来てる。わかります？だから、ここが例えば2だったとして、うん、そのどこかには1が発生するわけですよ。うん。なるほど。それは0になっちゃうじゃん。ああ、だから0になったら、うん、ダメよって思うと、そこでもう死になんだ。そう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 。でも、1じゃないな。3あたりから盛り返せればいいの？盛り返せない。まあ、うん、もう盛り返せない。あ、盛り返せないのかな。3、平均で3っていうことは12、足して12になるやつだけど、どこかには、全部3じゃないとすれば、どこかには2とかがあるわけで。2が。で、はい、うん、で、2の周りには今3が1つあるから少なくとも1があって、1の周りには0があって、ああ、なんかやっぱりだんだんしょぼくなるんですよ。だんだん、そう、あれなんか面白いですね。なんだろうね、うん、それ不思議な感覚ですね、うん、普段よりなんかね、うん、整数だとそうなっちゃう。まあ2の実数みたいなことだと、実数じゃなくても今の話だと同じようなもんじゃない。いや、まあまあだんだん減りますね。すげえなんか 0.5、0.2、まあ、5ってやっていけば、うん、いつまでも
ゼロにならないとかできるかもしれないけど、ね。ないけど、だいぶ苦しいです、ね。だんだんしょぼくなってくるか、うん。面白いですね。なんかそれだけでも面白いですね。その話。なんでですかね。なんででしょうね。何あ、この、あ、5個バインドしてんのがきついのかな。5個じゃないか。4個。あ、いや、5個バインドしてる感じ。うんうん、まあね。まあ、何しろ、じゃあやってみるというのが、面白いかもしれない。はい、ぜひぜひ。ああ、ちょっと面白いですね。また。あ、どうもありがとうございました。はい。ねえ、じゃあこれ共有停止。今日はこれで、ね、お願いしまして。うん、じゃあ、来週じゃないんですけど、また次回ということですね。はい。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。なんならコメントもくださいということで、コメントは今まではクールとか、まあ褒めてはもらえてます。あと、これは何ですかっていう質問。ああ、はい。はい。あ、じゃあまたよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。